トラングルショット、三角締めで相手ですね、に潰されているシチュエーションでの切り返しをやっていきます。いい人、もしくはこの展開が得意なトップの選手だったら、組まれてるんですけど、ここですね、腕が流れないようにクラッチを組みつつ、まあ、潰してくると。で、もちろん、ここ、今、潰される前に、基本的には、肩で歩いて、相手が詰めてくるお尻から自分のお尻を離して、決めに行きやすいポジションを作っていくっていうのが定石なんですけども、まあ、かなり体格差があったりとか、スピードが速くて詰められて、もうすでにお尻が上がっちゃって、もう肩の上に体重が乗ってしまえば、潰されて逃げれなくなるので、一応潰してもらっていいですか。こうですね。で、この時に2つありますね。この流されようとしている腕側でプレッシャーをかけてくるか、逆サイドで、こうですね、プレッシャーをかけてくるか。この2つによってシチュエーションが変わってくるので、まずここの判断が必要ですね。で、まずは、この流されようとしている腕側で回ってくるパターンでの対処。相手にこう潰してきた。間に合わず、折り曲がってしまった。ここでは逆、取ってない側の肘をカップしますね。で、こちらサイドは足を作って、一度こちらにスイープするようなプレッシャーをかけます。で、この時にポイントは、足はクラッチを完全に解除しないですね。緩めて四角のような形を作って、このもも裏で相手をこちらに振ります。こうですね。で、ただし相手は足があるので足で耐えますね。で、耐えるんですけども、ここまで振られたら自動的に戻ろうとするので、戻ってくるタイミングで再度お尻を傾けて、ここでクラッチを組んで決めていきます。どちらかというと難しいのは、この腕を取ってない側でプレッシャーをかけていってる相手への対処ですね。はい。ここなんですけども、まずはこちらの手、頭引きつけを潰されてしまったら、肘の下、肘の足抱えないですね。肘の下にセットアップしていきます。肘をカップしていきますね。で、逆のこちらは手首を通ります。で、足を外して腕十字に行くんですけども、まずこのまま足を外して左足をかけるのではなくて、ここですね、相手の頭を上げさせて、4の字で、この腕しか入ってない、肘しか入ってない状態の技を仕掛けます。で、4の字を組むのが目的ではなくて、ここから4の字の、ラストスイープのようなイメージで、腕をスイープする方向にプレッシャーをかけますね。こうですね。で、もちろん相手足があるので耐えるんですけども、こちらの肘は同時にかち上げてください。すると相手が浮くので、ここでこの足をかけて、4の字を解除して、顔にかけて、ストレートアブロックを決めていきます。もし失敗してしまったら、もう担ぎと同じような状態なので、肘を押して逃げる。まあ、これも一応選択肢として持っておくと、まあ、リスクが低くなりますね。